九戸独特の風土が生む吐き出す力、南部ほうきです。岩手県の北部に位置する九戸村、山あいのこの地で冬の収入源として作られてきたほうきがあります。吐くときのコツとして、力を入れないで吐くのがコツです。こういう形で軽くリズミカルに払う方がゴミがよく取れます。そう教えてくれるのは高倉清勝さん。南部ほうきの最大の特徴は穂先の縮れだといいます。ものすごいこういう細かいトゲがですねありまして、これが繊維の中に入ってゴミをきれいにかき出してくれるんですよ。南部ほうきの縮れを生み出すのはこの土地特有の風土。ほうきの材料となるほうききびは5月下旬に種を植え、つるに勢いのある8月下旬に収穫します。この収穫までの間に吹く山瀬と呼ばれる冷たい風がほうきの優れた縮れを生み出すと言われています。収穫後、湯通し、乾燥、選別を経てほうき作りが行われます。その種類は絨毯を履くものや衣服に使うものなど用途に合わせて60種類以上。穂先の縮れもさることながら、鮮やかな絹糸で編む装飾も魅力です。中にはより縮れの強いものを3年以上集めて作る1本50万円以上する高級なものもあります。これからはですね、少しずつ海外に日本にはこんないいほうきがあるよということをですね広めていきたいと思っております。この土地独特の気候と職人の技が融合し生まれる南部ほうきです。